9月26日は、グレゴリオ歴で年始から269日目にあたり、年末まで、あと96日ある。フランシス・ドレークが、世界一周を達成。収奪した財宝を献上したドレークはナイトに、除勲された第4艦隊事件。駆逐艦初雪、夕霧が艦隊切断の被害をこむる東山ル台風による、青函連絡船、東山ルの転覆事故。 天覆し船底を見せる、東山ある犠牲者、約5000人を出した伊勢湾台風。記録的な高潮による被害が大であるジョンカイ・ケネディと、リチャード・ニクソンによる、テレビ討論開講聖書が、水俣病と、第二水俣病を、公害病と認定パラを、9キロバイト共放会バファローズ、北川博士による、大打逆転サヨナラ満塁優勝決定本類が、 安倍晋三が総裁に返り咲いた2012年自由、民主党総裁選挙東北楽天ゴールデンイーグルス初のリーグ優勝19世紀、フランスロマン主義の先駆者となったテオドール・ジェリコー、誕生。画像は、メドゥーズ号のイカダ、エチゴ長岡藩第三次、小林トラゾー誕生。米百票の逸話で知られる、明治新の立役者、大久保利道誕生。 パブロフの犬の実験で知られる、ロシアの生理学者、イワン・パブロフ誕生イギリスの詩人、T.S. エリオット誕生20世紀の思想会に、重大な影響を与えた、ドイツの哲学者、マルティン・ハイデッカー誕生イギリス出身の歌手、オリビア・ニュートン・ジョン誕生神奈川県知事、黒岩雄二誕生アメリカ合衆国のテニスプレイヤー、セリーナ・ウィリアムズ誕生国ら100人一首を編纂した、 藤原定家没北大海の戦国大名、浅井長政、義兄、織田信長に攻め滅ぼされ自陣第15代名皇帝、安政三先端服用による中毒で、即位1ヶ月後に崩御、青騎手グループに属した、ドイツの画家、アウグスト・マッケ、第一次世界大戦で戦死。画像は、小道の眺め、ブルースの女帝ベッシー・スミス。 交通事故死ドイツの文芸批評家、バルター・ベンヤミン、副読自殺哲学者、三木清シ、国中市朝鮮出身の陸軍中将、講師翼、先般として、フィリピンで警視ソ連防空軍中佐、スタニスラフ・ペトロフが、監視衛星のミサイル攻撃警報を独断で、誤警報と判断。各報復攻撃を回避した。ありがとうございます。